モビルスーツ隊順次発進。どうもこんにちは。いつも強化された機体で成し遂げたいオンドレアスです。今回はこの2024年3月に実装された3機のアッガイサンダーボルトのうちの1機、アッガイサンダーボルト索敵型で成し遂げていくよ。本機は射撃士兵装がワンブバルカン砲、バリバリ兵装となっており、格闘はダッシュ格闘ができるビームサーベル、夜露けの取れるロケットランチャー、連続爆発たこ焼きロケットランチャー、2種のロケットランチャーを持ちますが、入りはたこ焼きロケランから入って、夜露けロケランの順で撃ちます。理由はたこ焼きロケランの方がクールタイムが短いため、たこ焼きロケランから入れば、たこ焼きロケラン夜露けロケランたこ焼きロケランで怒涛の弾幕が晴れるからですね。そして前方の範囲内の敵をスポットするセンサーアーム、といった武装構成。センサーアームは使用しっぱなしだとその間に肩の負担が大きくなるので、一瞬だけ起動してキャンセルする運用をしております。という感じで300コスト支援機にしては随分武装が充実している機体。量産型ガンキャノンなんてマシンガン、パンチ、キャノン、趣バルカンですぞ。さらに本機は支援機でありながらレーダーに感知されづらくなるステルス持ち。ダメージは食らう緊急回避、レジストムーブまで完備。すごいいい強化される要素どこ、ここって感じなんですけど、ロケットランチャーの起動に癖があること、そして火力が出しづらかったこと、この辺が弱点で戦績悪くなってたんじゃないでしょうか。本機はスキルステルスを活用した隠密行動を行いつつ、敵機の位置を味方に共有する副兵装センサーアームを軸に、チーム全体のサポートを行う支援機としております。しかし運用特性的に単独行動を行うことが多いためかっこ撃破されやすく、勝率や MS 損失数をはじめとした各種戦績が平均を下回っていましたので調整しました。ということですね。この機体って単独行動する機体なんですか？勝率は300コスト支援機が高めの勝率を出している中、かなり低めの 45.6%、まあまあやってますね。本機が強化されたのはまず機体 HP1 万1000から1万3000に2000上昇。これめっちゃでかいです。スーパー低コストなので HP の分母が低いため2000も増えたらとんでもねえことですね。マジで700コスト支援機の HP が4000増えるぐらいの強化でございます。さらに頭部に受けたダメージをカットする頭部干渉剤のレベルが上昇。ダメージカット率は 10% から 15% に。通常の機体ではあまり効果を発揮することがない頭部干渉剤ですが、アッガイ TB は水泳部特有のデカ頭、普通に頭に被弾するんですねー。カーラ先生、あなたがつけてくれた頭部が今夜は特に痛むんです。機動力も大きく強化されており、スピード、高速移動、スラスターがそれぞれ10上昇。これもなかなかえげつないです。大体機動力の強化はプラス5なことが多いのですが、3項目がプラス10、強化前とは別物の操作感に、地平層で歩き打ちする際の被弾率が減少し、高速移動射撃ができるロケットランチャーでよりオラついた運用がしやすくなりました。ここはあえて味方と同じルートではなく、追いかけてくる敵に有利車線を取れるルートに逃げ込み、人数有利に慢心した君のハートに届けミサイルランチャー。しまった、リロードがおろそかでした。ロケットランチャーはどちらも凶悪ですが、息切れしやすいのが難点。棒をかなり削りましたが、どうやらここまでのようです。北側に味方が攻めあぐねていますね。ならば私が崩して死んぜよう。武装、ロケットランチャー連続爆発の威力も200から250に上昇しており、足回りの強化でより叩き込みやすくなったことも合わせて、火力も普通に出せる機体となりました。正直だいぶ強いんじゃないでしょうか。といった感じですね。ステルスとセンサーアーム、高速移動射撃でそもそも狩られづらい機体が、耐久力と機動力、射撃力もゲット、ジムストライカー君一致していますでしょうか。元からしてない？敵は枚数少ないですね。ここはガン攻めしかあるまい。マジで戦っていて快適です。すげえ。確になんねえな。これが、あっがい。本気のカスタムファースト、今回は積んでっておりませんが、リロードを短縮するクイックローダーなんかも結構いいと思いますね。ロケランは大体リロードされてる。敵がだんだん湧いてきました。ここは無理しすぎずに戦いましょう。ちなみに本気のワンブバルカン砲とロケットランチャー、それぞれ射程は300と。低コスト支援機としてはそれなりな射程、十分に射程を活かしての戦いもできますね。ただご覧の通りミサランは軌道が特殊な上低弾速、しっかり火力出すならやはり距離をやや詰めて戦いたいところ。この感覚、ここでレジストムーブを一つまみ。思ってたよりだいぶ遅かった。このレジストムーブ失敗は痛手、敵が詰めてくる時間を与えてしまった。ここからでもなんとかなる扱いがあるんですか。枚数で押してくるか、一機は確実に道連れにする。攻防一体、バックブーストロケットランチャー、不利射線ですが、それでも、進路を作ってやる。近づいてこい、お前だけを射抜くぞ。高速移動を付加しながら即よろけ連打するの普通にやばい。欲しい、あとほんの少しの機体 HP があればやれてた。今回はレベル1、300コストでの運用となっておりますけども、支援機は350コストになってもそんなに変わらないので、レベル2の350コストでもこの機体、いい感じに活躍しやすいかと思いますね。普通によだめが出るようになった本気ですが、ボッとした敵に自分が与えるダメージは、10% 増加、味方の火力向上も行えており、そういった強みもありますね。敵チーム結構バラバラですね。かっこ撃破されるのが一番ダメって教わらなかったのかい。敵チームちょっと荒れてそうな気もしますがそれはそれ、勝負なんでな、悪く思わないでいただこう。ワンズバルカンの DPS は900、ロケットランチャーほどのバーストはありませんが、低コストでは十分な火力、特に汎用機にはゴリゴリ刺さるので、こちらをしっかりこするのも大事かと思いますね。低コスト支援機とは思えないダイナミックな攻め、行くぜマイブーロケットランチャー。この戦いよく見たら味方にドラえもんがいますね。ドラえもん、とどめだけ欲しいよ。てれててっててー、とどめだけ取りやすー。よく頑張ったよね。私たちの勝ちよ。装甲種が強化され隙のなくなったアッパー TB 索敵型でした。唯一の弱点はタンクのように高台ごもりできないぐらいでしょうか。それでは今回はこの辺でー。